はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。ガコちゃん様、カーベ様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。何度もご支援いただき、誠に恐縮でおります。ありがとうございました。今日午前中ですね、デモ申請に警視庁に行ってまいりました。これでですね、今日から正式にツイッターとかでも告知できるなぁ。皆様ご参加よろしくお願いいたします。NHK がスクランブル放送という言葉が世間に知れ渡ることを非常に恐れ、このデモをすごく嫌がってると聞いたんで、NHK の周囲を半周し、渋谷駅を目指すコースに変更いたしました。人の嫌がることを進んでします。サクランということなんですけれども、集合場所も前回と違う公園ですんでご注意ください。皆様何卒よろしくご参集ください。よろしくお願いします。一晩で大量の情報が更新されるコラボ問題なんですけれども、賢者が作った相関図がやばすぎる。なんか北朝鮮とか厚労省とか、そういうとこまで、絡んでおると、こいつらが国を食い荒らすね、寄生虫か害虫か、デトックスして子や孫には残さないようにおっさんたちが頑張りませんと、なんぼ税金あっても足んねえよ、こんなねチューチューする連中がこんなにいっぱいいたんではね。ひまそらさん、2018年度の赤い羽コラボ女性額について赤い羽資料には700万円とあるが、コラボ側資料では800万ってなってる。コラボ側コラボ、800万もらいました。赤い羽700万円あげましたってなってるって話なんですよね。おかしいな。一般反応うーん雑100万どこに行ったんだ。はい、開示請求確定。赤い羽奥義サイレント修正発動。これ前やりましたね、赤い羽サイレント修正。何にも言わずに20人に化粧品配りましたっていうのを、やっぱ1000人に配りましたってそーっと直してですね、その昔年金台帳問題ってのがありまして、調べれば調べるほど収集つかないなんてことがありました。あと 2,3 人国会で厚労省とコラボ問題突き上げる議員いたらもう政局になっちゃうけど、岸田これどうすんの。さらに、ひまそらさんわははははは、は、これコラボのなんじゃ報告書なんですけれども、このペラ1枚が3回目の再提出でやっと通ったっていうことを表してなって、下の2つに×ついてますよね。これ再提出、手直し再提出、修正院っていうらしいんですけど、2回ダメ出しされて通ったのがこれ、厚労省への報告書が紙ペラ1枚で草アートですね。まあ、こんなのが高校しました。相談人数67人、虐待65人、性暴力31人、居場所なし21人、これ1年間でですからね、家で49人、貧困8人、体調不良を訴える長女に対し病院に同行10人、などとありますね。まあまあ活動してなくはないみたいなんですけれども、これらの困った少女たちが実際にいたかどうかはまた、別な問題ですね。だって映像を撮ってるわけでもねえし、一般反応です。こんなんで2600円もらえんなら俺もやりたい。2回もクビって超異例。ダメ出しされた文書はこれか。これよりひどかったってこと？受付員を2回も3回も押すなんてありえません。何がやばいってコラボだけでなく全国でこれがまかり通ってること。突如結論としての2600万が出てきて謎すぎ。厚労省から死人が出そう。こんなんで来年は2億円分取ろうとしてたのってやばいよな。明細なしに支出額2600万円でまかり通るんかね。光熱費ゼロは爆笑。これはもう国防案件。これで子ども家庭庁設立の本当の理由が見えてきたな。食い物にするために設立するのかな、税金を。ひまそらさん、弁護士3人を名誉毀損で訴えました。議員会館で提訴記者会見を行い、大手メディアがそれを報道し、自分の名誉が著しく毀損されたとして、太田恵子弁護士770万円よこせ、キャンバラ弁護士660万円よこせ、ツイッター上で侮辱した
伊藤和子弁護士には165万円をそれぞれ請求、伊藤和子って人は宇崎ちゃんやら温泉娘やらのコンテンツもやしの司令塔だそうであります。ネットの反応、カンパの正しい使い方、大声が勝つ時代が終わる予感、弁護士とノーガード打ち合い、裁判官まで腐ってませんように、訴訟で言論弾圧する弁護士許せない、まあ論より大声嫌がらせってやつでしょうね、訴えるぞってやつでしょうね、徹底的にやってほしい。快感を貸した議員も訴えられないかな、名誉毀損の共犯ってことで、名誉毀損を成立させた法助っていうなら、あるかもしんないな、これな。試験なんですけど、まあ、訴訟で黙らす手法のブーメラン食らってて、笑っちゃうんですけどね。キャンバラ弁護士って、共産党や芝木隊、シールズに問題があると、シャシャリ出てきて、訴訟で、脅す人でしたよね、確かね。暇沢さん、和解しない、示談しない、最高裁まで争って宣言してますから、この三人の法費ども、長らく苦しむとええですね。民事は時間がかかったらさ、2年とか3年とか普通にかかるもんね。億単位の資産があるはずのコラボが裁判費用をカンパしてることについて、募金集めてることについて、避難所さんっていう賢者がですね、社団法人解散時には、残金は国庫に返納することを条件に非課税ってなってるわけだが、もしその金がなかったとしたら、疑問提出。ああ、だから足つかないように、カンパ募ってんのか、納得。村木厚労省ゲートのトカゲの尻尾切りで、コラボを爆破、解散。帳簿上あるはずの金は、横流し、あるいは、使っちゃってなーい。国庫返納しよりも、返せない。突然支出を増やすか、人件費、大盤振る舞いして、山分けしたことにしても、所得税が払えない。所得税かかりますからね、個人に給料つって分けちゃうとね。他の団体に寄付したことに、するとですね、寄付した先の団体の、帳簿が歪むよね。もらったことにしてつって、もらってねえもの、金、帳簿の残高と実際持ってる残高が違うってことになっちゃうもんね。などなどの問題がありますね。これも死人が出て全部そいつのせいにするっつ荒技もありますけど、どうなんでしょうね。明石市長がですね、明石市では補助金の明細なんて求めない、補助金出した先に領収書出せなんて言わないよみたいなことをツイートして、ちょっと炎上しておりましたけれども、補助金事業と助成金事業って違いますからね。何回も言いますけれども、委託事業だから、コラボがやってたことは、私も委託事業をやってました。私というよりもいわき市獣医師会が、いわき市獣医師会が保健所から狂犬病注射事業を委託すんの、下請けに出すの、保健所ではできねえから。で、獣医師会が、一頭ずつじゃあ手数料、注射手数料これでっていうことで話決めてですね、大体は前年通りっていうのが多いんですけど、で、獣医は、獣医師会に所属してる獣医は、狂犬病会場に行ってせっせと打つわけですよ。もしくは自分の病院で打ってね、それでまとめて、この人に打ちましたっつって、観察もらっていくんですけど、月に1回ぐらいまとめてね、自分の病院で打った分、証明書書いて、打ちましたって証明書書いて、それつけてお金、観察550円とかかな、それ払って、で集会所とか公園でやる狂犬病の注射もあるじゃないですか。それはね、保健所職員と一緒に回って、保健所職員がその場で観察出す。注射打った、順に片っ端から観察。じゃあ、こちら来て手続きしてください、みたいな。これ観察もらわないと、手続きしないと、打ったことになりませんからね、とか言って、やると。だから、確かに、注射した。何千頭、いわきではね、年間1万3000頭ぐらいでした。1万3000頭に注射をしました。つって、1頭かける、
2000円ぐらいだったかな、2000円の手数料、駐車手数料、技術料を獣医師会に払う。獣医師会が俺らにそれを配分するいうことになってました。でこういう方式だとさ、駐車売ってねえのに金ちょうだいっていうことできないんですよ。でここが肝なんですけど、補助金事業、助成金事業と決定的に違うのが、事業をしたという確かな証拠だってさ、獣医はさ、保健所職員の目の前で駐車するわけですし、あとね、手続きしないと駐車打ったことになんねえから、自分の病院で打った分はちゃんと手続きして、観察もらってくるしって、ごまかしようがないんですよ。13,000と確かに打ちました。ごまかしようがない、その分のお金ください、はいっつって渡される。で仮にですね、獣医師会内部の勘定とか帳簿がでだらめでも、そんなのはどうでもいいじゃないですか。言われた仕事やって、それお金もらって、下請けなんだからさ、委託事業、委ねられた事業ですからさ、コラボ問題はそうではなくて、ちゃんと困難女性支援してんのか、保護してんのか、病院連れてってんのか、相談聞いてやってんのか、居場所提供してんのかということがあやふやで、証拠不十分だからおかしいって言うんですよ。帳簿が、変だ、なんか高いホテルやレストランの、代金も経費として載ってるっていうのは、まあ、枝の部分ですね。枝の部分で、かかった金の領収書がないっていうのも枝の部分ですね。で、明石市長は、まあ、助成金事業と補助金事業と委託事業、なんかごっちゃになっちゃってて、混乱してんだとは思いますけれども、ちゃんとその仕事やった、証拠出せっつってんだよっていう話ですよね。ビルの基礎をどっかの会社に下請けに出すと。で、下請け料金を払うんだけど、その時はビルの基礎が戻ってこなくちゃダメじゃん。で、ビルの基礎が戻ってこねえなんて確認できねえなんていうことありえねえから、基礎ができましたっつって店に来るわけだから、あ、ちゃんとやったな、じゃあお金払いますってなるわけじゃないですか。コラボの場合これが違うっつってんだよ。事業報告というか事業実績、これ本当なのかっていうのが問題だ。帳簿の問題はですね、あと赤い羽からいっぱい金もらってる優遇的にっていうのも、まあ枝の問題で、これね、都の福祉事業なわけじゃないですか。したらね、コラボから、何月何日何時頃、本名〇〇さんを何時何分どこそこで保護しました。顔写真付き。で、こういう事情で困ってました。それを受け私たちはこういう処置をしました。一人ずつ顔写真付きで報告書を出さないとダメじゃん。委託事業なんだから。下請け事業だから。ああ、こんなね、出たら、注射売ってなくて注射代もらえんだったら、獣医師会だってもらいたいよ。というですね、浅ましい大人の考えを出してしまいましたけども、まあそういうことですね。補助金事業と助成金と、委託事業の違いね。助成金っていうのもまあ、ぬるくてですね、社員の2割女性社員達成しましたって言うと、ああそうですかっつっていくらいくらもらえるみたいな、そういうことの金ですよ。その時会社の帳簿がデタラメでもそんなの関係ないですよね。ちゃんと女性2割にしてればね、まあそういうことだって話であります。お辻秀久参議院議長、ガーシー参議院に招状発動、1月30日今日ですね、国会法124条に基づいて招状が出されたのは、来ねえ国会議員に出すもん、招き状ですね。来いよーっていう文書。74年ぶり。74年ぶりの快挙なんだ。74年間、議員に当選して国会に来ねえってやつなんかいなかったわけだ。すごいなぁ。74年ぶりの異常者ってことでいいかな。受け取った日から7日以内に登院しない場合、法に従い懲罰委員会にかけられると。懲罰委員会の、お咎め
はですね、無罪、議長にみんなの前で怒られる、みんなの前で謝罪し発言を撤回する、あとは謹慎、議会に1ヶ月来ちゃダメとか言われる、その上が除名、議員資格剥奪ってありますけれども、自民石井純一参院議会運営委員会委員長、党員しなくても議会活動できるっていうのは自分勝手な理解だと、へりくつだって言ってるわけですね。 N 党立花、国会に来ないだけで除名にはならないだろうなんて記者会見で言ってたらしいですけど、は？何？何それ？ネットの話終わったな。いや除名だろ。投票したい有権者がバカ、国会に来ないだけでに大爆笑、除名されても全然不思議ではない。山本太郎が繰り上げ当選、党員は国会法で定められた義務だっつってんだろ、国会議員の義務、党員は法で定められた、来ねくちゃダメだって法律で決まってる、正当な理由なくね、まあ、入院とかしちゃったんならしょうがないですけどね。来ないだけじゃないじゃん、脅迫癖どうにかしろよ、パスポート停止しろ、逃亡犯として扱い、こんな党や議員が存在すること自体恐ろしいと。ガーシー議員ですね、最近の動画でもですね、告発したやつ、つまり被害届出した被害者は嫁がいようと家庭があろうと暴露したるって、また脅迫してんだって、追い脅迫してるらしいであります。国会議員は権力者なんだから、議員調査権とか、電車タダで乗れとか、脅迫罪成立のハードルは低いですよ。普通の人が、こうしてやるなんて言ってもなかなか脅迫罪成立しませんけども、議員は権力者なんだから、おっかないんだから、普通の人から見たら、検察側が参考事実としてですね、自分に被害届、出てると知って以降も被害者を脅してましたって、報告すれば裁判官の心証は激悪激悪だって、やっちゃいけないことだもん。これがまかり通ったらですね、例えば暴力団に何をされても被害届、出す人がいなくなってしまうという重大なですね弊害ありますでしょ。マフィアとかさ、半グレの集団とかさ、そいつらの犯罪が野放しになってしまう、被害届出さないから恐れて、被害届出せば、追い脅迫されるんではさ、国会に来ないだけで、って言ってますけどダメでしょ全然ダメでしょ。なんでそう考えられるのか、どういう脳みその構造してんのか全くね、わかんないですけどね。早く離党してて よかったわ俺、会社に来ないだけで解雇されることはないだろうってのと一緒ですよ。しかも法で来ることって義務付けられてるなら解雇されるでしょ普通に。リモート、フルリモートとかならわかるけど、されるでしょ。今立花が一番恐れてるのはガーシーが議席を持ったまま他の党に移ったり離党すること、無所属になります、N 党辞めますっていうこと、議席持ったまま、これやられると N 党はガーシーや除名になっても、議席を失う、山本太郎、時点の山本太郎が繰り上がりならない、繰り上がらないガーシーの移籍先が例えば立憲とかに移ったとして、議席を獲得するのか空席が一つできるだけなのかは不明であります。なので立花はですね、ガーシーに今逆らえない状況になってると思います。帰ってこいっても言えないし、こうしたらああしたらも言えないし、何でも、お高い、何でもお高い、物価が高い、ドバイでの生活資金もですね、言われるままに渡してんじゃないかな。自分の給料、ガーシー自身の給料以外にもね。あとどうやって渡してんだ、送金するしかないっすよね。共犯で立花有罪の可能性もありますよ。日本とドバイの送金ってどうなってんだろう。ドバイにも例えば三菱銀行のATM ありますって言ったら金引き出せますけど、両替しなくちゃいけないですよね。日本円出てきてもしょうがねえわけだから、犯罪、脅迫詐欺の実行を知りつつ暴露で得た人気を
議席獲得に利用し、議席を獲得して利益を得た。党の利益を得た、共同正反ね、議席獲得の話題作りのためにこうすればああすればなどそそのかした強さしたメールなどの証拠が発見された、暴露できるよう脅迫できるようネット環境を整えたり、居場所を作ってやったりドバイ逃亡先での生活が成り立つよう口座やカードなどの便宜を図ったあるいは送金してやってる、補助ですからねこれ犯罪補助、犯罪がしやすいようにだって今でもやってんだから暴露するっつってね、脅迫してんだから、今でもやってる犯罪を行いやすくするようにレールを引いてやるっていうのかな環境を整えてやるっていうのかなそれが補助、立花は執行猶予中ですんでわずかな有罪でも取り消されちゃいますね。懲役2年6ヶ月だったっけな違ったっけ2年だっけ忘れちゃいましたけれども。これから先は雑談でございます。なんか重い話題が続いたんで。ガールズチャンネル。疲れていると感じるとき、ガルちゃんなので、これ書いてる人は全員女性っす。旦那をいつものノリでどついたらお父様だった。冷蔵庫にタバコをしまった。スマホと思ったらリモコン。全然つまんないコントで涙流して笑い転げた。知らないうちに口内炎。看板の読み間違い。ちょっとの昼寝のつもりが起きたら翌朝。目の下真っ黒。コンビニのドアを車の鍵で開けようとした。膀胱炎を繰り返して血尿。チーズトースト焼いたつもりがチーズ乗ってない。なんかイライラする。一人ごとを止められない。下着のまま。風呂に入ろうとしてた。住んでのところでハッとしたんですかね、これ。ハサミを冷蔵庫で発見。息子を猫の名前で呼んでしまった。エレベーターの前で、ボタンを押さずに放心していた。レジで支払いをして、品物を持たずに店を出てしまった。店員さん乗ってるのに、試乗車で帰宅。これ、いつもの調子でぼーっとして、いつもの道帰っちゃったのかな。ため息が止まらん。卵を割って、ボールに空。三角コーナーに中身を入れていた。靴沢はですね、人生生まれてこの方、自宅トイレなんですけど、流し忘れて、次回ギョッとしたことが2回ぐらいあります。あと、なんだっけなぁ。まあ、ありますよ。疲れてんのかなぁ。皆様の疲れていると感じた時は、どんなでしょうか？よかったらコメント欄に、書き込んでってください。よろしくお願いします。というわけで、メール党員さん、デモ参加者、大募集中であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。